はい、どうもサリカです。今日だった今日でした。現在進撃の巨人コラボ開催中で、コラボガチャの第2弾ミカサとジャンのガチャが今日来てたので、これを引いていきます。かわいい。いや、かっこいい。死なないで。ワードもいいですね。で、ジャンもかっこいいですね。調査兵団になる。ということで、今回もこの2人をスキンチェンジ3体ずつゲットするまで引いていきます。スタート青ゼニが1011万。もうね、1000万切ったり増えたり、うろうろしてるんで、今こんな感じで、間もなくガチャかなと思って、チャレンジとか、あとはジェムショップで交換したり、青のとスキップでちょっと、いろいろゲットしたりしてきまして、で、前回は、エレンとアルミンが40万ぐらいかな ?38 万ぐらいかかったので、今回も何十万枚コースだと思ってはいますが、ちょっとこっそり神引きしたら嬉しいなっていう気持ちはありますけど、沼る可能性が高い。あのね、前回より沼る可能性があるんですよ。1段沼ったなと思って、2段は神引きだって思ってるけど、2段の方が沼るみたいな傾向にあるので、今日もおそらく出たとこのこうカットバージョンでお届けになるかなと思います。まず100連と思うんですけど、スキンチェンジするとかっこいいね。やっぱり私アニメ途中なんですが、何年後とかの大人の姿なのかな。うん、まずは出ませんでした。やばそうだ、今回も。めっちゃ重くなってきた。あの、スマホめっちゃ熱いし、動きも遅いし。ということで、あっという間に11万消えまして、何も出てないです、今んとこ。まあ、そんなもんかな、11万で。なんか、スマホが怖ー、バグりすぎて、中身も、みたいな。やばい、1000万また切る。切って増えてばっかりの。きたー。やっと1000万ちょうどぐらいかな。だから11万3000枚ぐらいかな。で、ミカサ1体目来ました。やっと来たよ。11万でまだ1体目。やばくない今回。はい、あれから20万枚消えました。何も出ず、ミカサ一体のまま、30万消えたんですけど、嘘でしょ。前回38万でエレンとアルミンスキンチェンジまで行ったのに、それでもなんか沼ったとか言ってたのに、30万でまだミカサ一体しか来てない。これちょっとやばくない今回。100万いっちゃうかな。いや、怖い怖い怖い。なんで?っていうことが起きました。あれから何年かな、200年ちょっとかな。で、急に来た。こんなことある。36万か8万ぐらいミカサ1体でやり過ごされ、急に来た。ジャン2体とミカサ2体目、コラボスキン3体は初めてかも。びっくりした。何このツンデレ、やめてくれる。鳴らしてほしい。この全然出ないって言ってボンみたいな。めっちゃびっくりした。はい。ということで、どうしよう。あと1体ずつなんですよね。で、現在38万、6万ぐらい。このまま引いてみる。ほら、970万ぐらいなってるもんね。もう38万。前回ならスキンチェンジ終わってた。このまま来るかな?この後って結構ボンボンってスキンチェンジ来てもいいような気がするというか、歴代沼って出たらもう次も一気に出ちゃうみたいな。こんなんばっかだよ。いや、お願いなー。ちょっと、50万とかいっちゃうかな。あと2体のとこまでは来たので、おんも。あれ?押したよね?押したのかな、これ。もう反応が。やば。ガチャも壊れてきてる。壊れる。変な感じ。変な感じになったよ。ジャン、かっこいいね。ヒゲが生えるの?これは何年後かのあれかな。ちょっと後半まで見れてないので、ジャンも大人になったということで、スキンチェンジ、先に行けまして、あとミカサが1体で、スキンチェンジ。いや、このまま来てほしい。こっから沼るのかな?やばいって。やばいって。動画上はまた急にこの画面だと思うんですけど、あれからスマホが爆発しそうなぐらい熱くなり、青銭で言うと、10万枚ぐらい経過しまして、やっと、ミカサ3体目スキンチェンジ、
いけました。きつ今回もきつかった。なのでトータル49万枚ぐらいかな。962万だもんね。49万枚ぐらい使ってミカサとジャンスキンチェンジエレンたちと合わせたらもう90万ぐらいですね。約100万ぐらい使ってます。でやば神引きではなかったですね。今回も普通よりちょっと大沼りかな、結構沼った方じゃないかと思います。いやきつかった。はい、ということでコラボの特攻版のハンジのチャレンジを今日来てたのでトコトコっとやってきましてコラボのと4回を1回クリアして、でもあそこが一番簡単なんじゃないかなっていうぐらい、1回から5回に中で、なので4回を1回やってハンジ1体ゲットして、たまたま青の塔のスキップでウイルスがあったので、でコラボマップに女型の巨人になって行ってこれたので、それもクリアいけた感じなので、前半チャレンジで3体ギリギリゲットできてたので、ハンジこれで5体揃ってスキンチェンジいけました。かっこいい。いやハンジさんめちゃくちゃかっこいい。これ目眼帯してる？私アニメそこまで追いついてないので怪我しちゃうのかな大人になると。あ、そうなのかな。いやかっこいい。今回皆さん背景がこの剣をシュインとやったような感じの色で形でかっこいい。はい、ということでハンジチャレンジも終わりまして、スキンチェンジ完了です。はい、そしてこっち青鬼人狼です。今回のスキンが課金ですよ。このレディウルフだったので、ちょっとねどうしても可愛くて欲しくて課金をしてきましたいや欲しかったんです。いや初めてかな、女の子バージョンのウルフが出たので。人狼のパスはね久しぶりに買いました。もう分かったぞしばらくこっちの課金ほぼウルフパスしてなかったんですけど、今回ばかりはちょっと可愛かったので課金をしてしまいまして、ゲットして3体でスキンチェンジかな。いや久しぶりウルフなんてってことなんで課金をしてゲットしていきます。いいですね、星3スキンもゲットできてワードもあって。青パスの方はね全然買ってない最近行きます、行きます。レディウルフ3体で、これ珍しいよね。今まで結構な大きいウルフだったんですけど、今回人型、しかもレディ女の子、いや絶対可愛いなと思って購入をしてしまいましたので、迷ってる方の参考になればと思ってこの後ちょっと動かそうかなと思います。いや可愛いこういうの出してくるんだ。ちょっとロボ服っぽいけどね、レディのウルフ。ちょっとかっこよさにやられてしまって課金をしてしまいましたかわいい。いやこっちもかわいい、まあ、こっちの方がかわいいかもしれない、なんならということで、ちょっと百サバに行ってきたいと思います。え、かわいい首がガンガンガンがかわいい。あ、ワードが結構上。かわいいウルフの1匹目ってあのスキンチェンジ前やっぱこのくらいの一マスサイズで、試練とかでも使いやすい。いや横向きもかわいい。あ、取っちゃった。横向き、あ、早いね。青切りかわいい。顎がガンガンっていうタイプでだいたいそうかな。いや横向きかわいいな、ちっちゃ。いやかわいい。いや久しぶりにウルフパスでゲットしました。尻尾もかわいいね。ちっちゃいサイズはこんな感じですね。かわいい。青鬼が全然いないんだけど、どこ、あ、いたー突っ込んだ。はい、おお、お、顎が、肩が、尻尾か髪の毛が、動きすごいですねこれ。ちょっと行ってきます。え、あ、かわいい、横向きかわいいこれはさ髪の毛なのかな、後ろの尻尾かな。ピヨピヨしてるのはウルフの尻尾かな。でも髪の毛と同じ色、まあ毛だから一緒なのかな。ワードはだいぶ上ってことはドデカスキン扱いかな。横向きかわいい最近さこのヒールタイプのスキンも増えてきましたよね。ヒールがかわいいなどっちなの、尻尾か髪の毛か。まあ、尻尾も髪の毛もウルフだったら一緒なのかなっていうとこと、ちょっとロボっぽい服なんですけど、バイ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 、風を見る。肩がね、なかなかね、びっくりした。肩がガキガキしてる感じ。前髪ピヨピヨも可愛いですね、これ。よし、ちょっと入ってみよう。あー、ちっちゃくなる。いい感じ。可愛い、かっこいいって感じですね。OK です。本当は今日ゲットしたミカサとかジャンとか、ハンジのスキンチェンジとかでも、やってみたかったんですけど、時間的にきつかったのと、青銭が戻ってるのは、悔しすぎて、事務ショップで結構交換してきました。で
で6周年もあるんで全部交換せずちょっと残しながら納得いくぐらいまでやってきました。あ、私普段結構お仕事でヒールを履いたりすることがあるんですけど、割とね背が低いので8センチ9センチぐらいいっちゃうんですけどこのピンヒールっぽくてかっこいいブーツかな、どっちかっていうとかっこいいね。なんでお邪魔しますって上がってスリッパ履き替えると、あ、ちっちゃいっすねみたいな言われるぐらい、やばいやばい、来た、でっかいな。でもいや、青鬼がやっぱ並ぶとちっちゃいね。よし、かわいいヒール好き、かわいいな。よし、もし迷ってる方はこんな感じっていうので参考になればと思う。あ、お、おっとびや、あ、違うよね、関数にいたし、わかんないけど、青逃げ、ありがとうございます。こんな感じでした。はい、ということで、レディーウルフはこんな感じ。肩がね、ガクガク、なってますが、そうか、ワードは、レディースラッシュ。飾りワードじゃなかったと思います。レディースラッシュというワードです。この子も可愛い。っていうので、今回は課金をして、ゲットしてしまいまして、あとは、あ、この人ね、なんか交換しました。成敗5555。なかなかすごいね、これ。これもこういうなんか人、なんて言うんだろうね、二次定尺天像かな、わかんないけど、なんかすごかった。まだ使ってないのでいつかと思います。ということで進撃の巨人コラボ後半になってまして、今回ガチャを引きまして、あとはハンジスキンチェンジとレディウルフゲットしたっていう感じになります。時間がね割と短めなので、ちょっとメダルガチャも頑張んなきゃっていう感じなんですけど、6周年もう終わったらすぐ始まりそうなので、そっちも楽しみにしつつ遊んでいきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もし名前を変えて遊ぶと青銭がいっぱいゲットできるっていうのをショート動画で上げてるので、ガチャで青銭使っちゃったよって方、もしまだの方いましたらぜひチェックしてみてください。過去にも動画、変な動画いっぱい出してるのでプレイのお供に見ていただけたらと思います。それではまた見に来てください。バイバーイ。